昌平地震は、室町時代前期の1361年に発生した大地震、南海トラフ沿いの巨大地震と推定されている。この地震名の昌平は、南朝の元号から取ったものであり、北朝の元因号である公安から取って、公安地震とも呼称され、多くの資料が北朝の年号で書かれているため、現在の日本史学の慣習に従って、 公安地震と称した方が良いとする意見がある。記録は南海道沖の地震と思われるものであるが、発掘調査や資料の解釈などにより、東海道沖の地震も連動した可能性が提唱されている。攻略費。攻略2年混流。昌平地震による津波犠牲者の供養費とされる。徳島県南町、東ずき。 信頼度の高い資料とされる、当時の日記である、あと沼意気、忠光競技、五人死人関白記、及び、イカルガ加減記、また信頼度は、低いとされる、文芸作品や、後世の編産物であるが、和漢豪雲、南方記伝太平記、及び、あわしなどに、地震被害の記録がある。昭平16年6月24日虎国、機内。 熊野などで被害記録が残るような大地震が発生した。あと熊駅などには摂津四天王寺の近藤奈良島初大寺、薬師寺、山城東寺など同等が破損、倒壊したと記録される。イカルガ加減期によれば、法隆寺で近藤の仏壇が崩れ、東大門の築地の破損、東院伝坊堂の壁が落下し、塔のクリンの上部の火炎が切損した。なお、 この塔のクリンの上で火災が生じたとする解釈があるが、それは、イカルガ加減期の、塔寺に、ハゴトウクリンの浄化園、一折剣に徹した、モヘハオチス、を、塔寺に、ハゴトウクリンの浄化祭、一折念徹したモヘハオチス、と誤読した、本国文を掲載した、大日本地震資料によるものと思われる。また、イカルガ加減期には、薬指示で、近藤二階の計算。 2期の塔のうち、1期の塔の、クリンの落下、東昇大寺でも、クリンの大破、回廊の転倒、書道の破損したとある。さらに木では、湯の峰温泉の湧出が停止し、熊野山の山寺や、山河の破損が多く、愚巻期には、熊野神社の社塔や仮殿が、ことごとく破損したとある。太平記末第36、地震と夏雪の記録。 軍記物語ゆえに、文学的、誇張的表現、あるいは創作による、不正確な記述も見られるが、あわゆき港の津波の存在は事実であろうとされる。大地震なみ夏雪こと同年の6月18日の、未国より、土10月に至るまで、大地をビタの式道て、日々よよに止めときなし。山は、法手国を、前見、海は景手陸地になしかば、 神社仏閣倒れ破れ、牛馬人民の死傷すること、幾千万と、運数を縁とて、山川、江川、林野、村落この災いに不合運書なし。中にも、阿波の雪の港と、雲裏には、にわかに大山の、女なる死を超来て、在家千七百余境、ことごとく引き潮に連て海底に沈しかば、家々に、所有の相続男女、牛馬経験 一も不暫定の木図と聖にけり。ゼオこそ期待の不思議と見るところに、同6月22日、にわかに天草曇り行きうて、氷間の人気時当時の前後のごとし、酒を飲んで身を温め火を小炉を囲む人は、時間を防ぐ頼りもあり、山路の娼婦、のけの旅人、牧馬、林鹿室氷に疲弊行きに伏せて、当へ知る者数を縁。七月、 ママ、十四日には、摂津国南波浦の沖数百町、半時元から上がりて、無料の魚とも砂の上にふんけるほどに、蕎麦の裏の海人とも、網を、巻ひとしを捨て、我がれ辻とじゅうけるところに、またにわかに、女体さんなる死を見つきて、満万たる海に生に行ければ、数百人の海人とも、毒の生きてきは、無理けり。また泡なるとにわかじを去って、陸となる。 高くそばだたる岩の上に、筒の周り二十キロもとなる大鼓の銀の美容を打て、面には巴をかき、台には、八竜を、だはせたるが、検出たり。しばらくはみ人おくて付近つけ。三十四日を経てあと、近きそばの裏人とも数百人衆て見るに、筒は、石にて面をば、水流の川にてぞちょうたりける。尋常のバにてたば、明治とて、大なる。 金木をこしらえて、大金を、道様に尽きたり蹴る。この大鼓高しに響き地をどうして、三も元ぞなるたり、蹴る。山崩れて谷に、答え、死を言うて天にみなぎり蹴れば、数百人の裏人とも、ただいま大地の底へ引き入られる心地して、勘魂も身に、不服、通るるともなくそうともなく、四角八方へぞ調散蹴る。その後よりは、 渡る金月日と無理ければ、天にや、上り剣、また海中へあいる剣、潮は、もっと見て、大鼓は不未成に蹴り。また8月、ママ、24日の大地震に、雨荒く降り風れつく吹きて、虚空しばらく隠れて見えけるが、南波浦の沖より、大流に浮き出て、天王寺の近道の中へ入ると見けるが、雲の中にカブラ、かぶらや、鳴るかの光四方にひらめきて、 大竜と四天と戦う体にぞ見えたり蹴る。二の竜去るとき、またお自身駆動て、近藤未人に、際に蹴り。されとも四天は少しも存ぜさせたまわず。是は何様聖徳大使ご安置のふつしゃり、この道にござば、竜王禅を取り立てまつらんとするを、仏法五字の四天の、おしませき受けるかとさとし得たり。落中変度には、ケーヌのクリンもなく、 熊野山系の道には、地の列ぬ所も、無理蹴り。急気の乗るところ、開拓以来心不思議なければ、この上にまた、何様なる世の乱やできらんずらんと、くおそれぬ人はさらになし。ナルトでは三十四日前に、海が干上がり、地震前後に数時間にわたって、地鳴りが響き渡り、地震による、地殻変動と思われる現象で再び没し,して、海に戻った様子が、 比喩的に表現されている。また6月22日の地震の日は成果にもかかわらず、当時前後のような寒さで雪が降り出したことが記録されている。この夏雪の記事は当時の苦行の日記には見られないが、高野春秋に、新中6月22日、にわか大雪鉱石と有高の山では降雪があった可能性があるとされる。三河の記録としては、 厚み群、堀切の、上皇時年代期に、16月1日より、21日まで、王子新地派地とある。後年代略期には、常時元年人民9月23日改元、異閉革流病天変地震なり。とあって、翌年の常時元年9月23日に、閉革、薬病、天変地異によって、常時に改元された。あと、グマイ期、人死人関白期。 ただみつ狂気、および、イカルガ加減期など、複数の資料に、本震の3日前及び2日前、京都、機内において強い地震の記録がある。日本被害地震騒乱や、理科年表は前進、前震かとしており、それが事実なら、南海トラフ沿いの地震とされるものとしては確認できる、唯一の前震の例となるが、この見方は、誇張や誤りが多い、太平記や、 続本調津外の記述をうのみにした、資料批判精神に書く今村秋常の見解による。6月22日の地震は京都及び大和で、共振であり、法隆寺の追辞が崩れ、天皇寺の近道が倒れる。太平記によれば6月18日頃、後熊駅、春日若宮神殿主記によれば6月16日頃から、機内付近で地震が頻発した。 資料によれば、昭平16年6月24日のほかに、6月16、18、20、21、22、25、26日、7月24日、8月24日、などの地震被害記録があり、余震が多かったものとみられる。ただし、太平記にある7月24日及び8月24日の地震記事は6月24日のものであると、 解釈されている。愚巻期、あと愚巻域には、本地震の10日後に、地また大いにフルうとあり、関心時に手法が命じられ、史上三つのり、御事西王法を宮中に収め、地震の役を払わせた。あと愚巻域によれば6月21日、6月24日の、地震に匹敵する強い揺れであったという。法隆寺の文書である、怒るが加には、 また、安居殿御所西の裏までしほみちてその間の在家人民体損失云々とあり、海岸から約4キロメートルの距離にあった天皇寺の西に位置する安居殿御所の西側まで津波が押し寄せたことになり、津波は宝永地震よりもさらに1キロメートルほど内陸に及んだと解釈され、宝永地震と同様に連動型地震の可能性があるとされる。ただし宝永機とは、 海岸線が異なることが考慮されていない。当時、天皇寺西門の坂下には、西の浦などと呼ばれる、ハマグリなどを採集、販売を制御とする商人らが居住する地域が広がっていたという。当時の海岸線は、江戸時代とは異なっており、西の浦と呼ばれた地域の生誕は、天皇寺と今宮の境界である、日本橋筋あたりと推定され、 津波の相上高は、最大で4.65メートル程度、少なくとも3.3メートルと推定され、安静津波は上回るが、方へ津波を上回ったかは不明であるとされる。常時の石踏み。徳島県南町、雪。ジ常時6年に、昌平地震津波犠牲者供用のため地蔵村を刻んだ、石が、安静南海地震の際、 異様な光を放ち地元の人が祀ったと伝わる。地震、津波の描写と思われる。太平記の冒頭の部分は、北条記にある、文字地震における、山は、崩れて川を前、前み海は傾きて、陸を浸せり、の記述に似る。南波浦では、津波襲来の約1時間前に数百長潮が引き、干上がった海底の魚を拾い集めようとした漁師ら。 数百人が突如襲来した津波により歴史した。太平記には、山は、法手国を、前見、海は経えて陸地に成しかば、神社仏閣倒れ破れ、牛馬人民の死傷すること、幾千万と、運数を、地図と記述され、阿波の雪港において大津波で千七百余りの家が、流出した様子も記され、家にいた、相続男女、牛馬経験。 一つも残らず海底の木図となったとある。阿波における被害記録が確認されているのは、太平記及び、これを元に記された阿波市のみであり、その他の古文書からは確認できないが、雪港は平家物語にも登場し、この頃、土佐及び九州への中継の立ち寄り港として1700余のや数を持つ当時としては大きな港町で、あったことは妥当であると推定される。 阿波市には、雪地は、東西雪村間にあり、港湾元年、地大いに古弓湧き、前村当時因室6月16日より、地震10月に至る。地裂けて、池となるとあり、雪大池がこの地震で出現した池であるとされる。土佐における津波の記録は、土佐国変年記事略に記された上郡田村下省の、正尾記事における、昌平16年6月24日。 高潮孔味軍、田村下章正沖寺に上がる古文書等多流出のみが確認されている。この正沖寺跡地の場所は、現在の高知空港付近の南国市田村、前浜であり、標高は4.5メートルと測定され、古文書が流されたのであるから、古文書は地上1メートルの高さの位置にあったと考えて、津波の高さは5.5メートルと推定されている。 大森ふさきちは本地震を、機内を呼び、付近の地震と分類し、震源域は、奈良付近から大阪を経て、四国東北端に延長する一帯とし、その中心は、大阪湾にあり、1510年の摂津、河内で被害の著印しかった、栄昇地震や、1854年の伊賀上野地震の、震源域に続くもので、同系列の地震に属すと考えた。 対して、今村アキツネは、宝永地震や安政地震と同類の津波被害の、一しし南海道沖の大地震としている。この年には、新潟焼山が噴火し、この山は887年忍那地震の当日や1854年、安政地震の前後にも噴火したと考えられており、噴火と南海トラフ沿いの巨大地震との関係が示唆されている。 川門博氏は、規模 MK イコール7を与え、マグニチュードは、M イコール8.4に換算されている。うつも、M イコール8.4とし、これは宇佐美による、推定値、M8 プラス14から8.5の中間値を、四捨誤入したものであるが、断片的な記録しか有しない。歴史自身であり詳しい震源域も不明な点が多く、数値の精度は、高くない。 太平器などの地震被害の記録は、機内から、紀伊半島、四国のものであり、南海道沖の地震と思われるものであるが、発掘調査により、同時期に東海道沿いも震源域となっている、可能性が示された。遺跡の発掘や、地質調査及び大阪における津波の想像範囲から、昌平地震は、方栄地震と並ぶ、大規模な南海トラフ巨大地震であった可能性を、 示唆している。また、潮の岬の橋杭岩の転石は、高い流速を持つ巨大津波によって移動した津波石と推定され、その移動は1707年の放映地震によるものと、12から14世紀頃の移動の痕跡が認められ、小平地震の可能性があるとされる。東海道沖の地震の震源域で発生したと、 考えられた1360年の地震は存在が疑われるが、本震の2日前の地震については、これを前震と考えるよりは、この22日の地震こそが小平東海地震であり、その後余震活動が活発となり、南海地震に至ったと考える方が自然であるとされる。伊勢神宮に伝わる神宮文書には、公安元年6月の地震により、 下空静殿の岡部板が抜けかけ、お束柱が点灯するとの記載があり、この付近の列震をもたらしたのは、東南海地震の震源域が動いた可能性が高いとされる。これは1944年昭和東南海地震、及び1707年宝永地震による、伊勢神宮下空の被害と比較して、著しく大きく震度5を大きく上回った可能性があるとされる。 1099年の高和地震から263年の間隔があり、南海トラフ沿いの巨大地震とされる昭平地震以降の間隔である、約90から150年よりも長くなっている。この間にも記録にない地震があった可能性が考えられている。赤月期、平時、百連勝及び、あずまなどに、京都や鎌倉における13世紀前半の共振の、 記録がいくつか見られるが、南海トラフ沿いの地震とする、確たる証拠は発見されていない。この時期の東海、南海地震の発生時期を歴史記録から推定する、試みもある。平家物語及び、北条記に現れる、津波被害と推定される記録から、1185年の、機内付近の大地震と推定されている。 文事地震を南海トラフ沿いの巨大地震とする見方もあるが、被害の様相から、ビ和湖西岸断総体南部の活動による内陸近く内地震との説が有力視される。また、京都の京神道と高い余震活動なら、摂津四天王寺の無被害は南海トラフ沿いの地震とは様相が異なり、内陸先発地震を強く示唆するものである。 1998年時点の地震調査、研究推進本部による南海トラフ沿いの巨大地震の長期評価の試算で暫定的にデータセットとして用いられた上映2年2月5日に発生したとされる天福地震も中世に関して信頼度が低い連戦時期の五日大地震、台風大雨にて諸国大綱、諸報にて人辞にの数淵、いえ、 海時数不地孔以外に記録が見当たらず、存在が疑問視されている。南海トラフ沿いの巨大地震は200年程度あるいは、それ以上の発生感覚が、本来の姿であるとする見方もある。太平記には、本地震の30年前の現行元年に、キーで地震が発生し、チリ浜の逃避型が流起して、陸地になり、その4日後、駿河で地震が発生し、 富士山頂で崩落があったとする記録がある。これを、東海道沖の地震と関連の深い地震に位置づける、見方もある。太平記巻、第二。天下開示、火力二年の春の避難と大乗院前自亡と、六方の大衆と、確執のことありて、合戦に及ぶ。近道、高道、南遠道、西近道、骨に陛下のあまり煙に消失。 また、元光元年、大和東東の茶谷より陛下できて、塩院、延命院、大孔道、北家道、常行道、一時に怪人と聖えぬ。是をこそ、天下の災難を、かねて地するところの禅唱家と瞳な魂を、冷やしけるに、同年の七月三日大地震ありて、木の国千里浜の逃避方、にわかに陸地になること二十四町なり。 また、どうなのかの鳥の時に地震ありて、富士の絶頂を噛むあがるのこと数百条なりと。関王寺の第三代住職こと武器の伝記に、この地震で関王山、滝泉寺が崩壊し、その後寸府に移転されて解明されたのが、今の関王寺であるとあり、寺の移転の事実が、 日蓮曹操学前書でも確認され、現行元年の駿河地震の存在が確かであると、される一方、この1331年の地震の記事は、疑わしい部分があり、関王寺の記録が、太平記と独立であるとは限らないともされる。キーヒダか軍連戦時期には、昌平地震の前年に、以下のような地震の記録がある。四日大地震13回。 同一か旧辻大地震等、同六日朝六辻杉津波上、熊野大瀬より、摂州兵庫まで対抗、宇宙馬人の知ること数縁。この前年の地震の記録は、昭平南海地震に対する熊野長大伊図が、震源域である、東海道沖の地震と考えられたことがあるが、南海トラフ沿いの巨大地震ならば当然強い揺れが、予想される京都で記された。 愚観期、あと愚巻期など、苦行の記録になく、地震の存在自体が疑わしいとされる。現存する、連戦時期は、江戸時代の文化年間に書者整理されたもので、近世以降の内容については信頼性が高く、この地域の大変貴重な資料とされている。しかし、連戦時は、文明17年回帰であり、連戦時期の記録が書き始められたのは、 明暦3年からで、それ以前あるいは、会期以前の内容に関しては古くなるほど、信頼性が低下し、中世の頃の記録は、資料価値が低いとされ、この偽自身は、年表から削除されるべきとされる。ありがとうございます。